だこれは。あ、それドラゴン殺しだよ。昔北欧から不霊があってな、ドラゴンを撃ち殺せるような剣を献上しろと。そこで俺は鍛えてやったのよ、言われたままにドラゴンをぶっ殺せる剣を。殺せるんですか？これなら本当にドラゴンを殺せるんですか？ドラゴンってのがいやな。おめえのお友達は何やらドラゴンとでもやり合おう形相だな。やつには二の勝ちすぎる相手なんじゃねえのか。ドラゴンってのは人間の手に負えねえからこそドラゴンなんだぜ。うちの父ちゃん名工とか言って町じゃすんごく有名なんだから、何でも作っちゃう天才だったんだ。すごい。リッケルトもやってみたら？父ちゃんに教えてくれるよう頼んであげる。何も考えずに殺し尽くせばいい。左手の義手、ずいぶんごっついが。リッケルトが何か仕込んだとか言ってたな。兄ちゃんすげえ剣持ってんじゃねえか。置いてってもらおうか。この場からとっとと消えた方がいいぜ。死にたくなかったらな。何言ってやがる。死ぬのはてめえの方だ。待った命乞いか？もうせえ、今更聞けねえよ。ああ、どうやらそうみてえだ。もうせえ。バケモン
続く。亡者ども、早速来やがったな。大砲だとなんて真似しやがんだよ。ったく、生き残るかよ。Yeah.
塗りつ